ルド人が増え、日本人が寄りつかなくなり、日本人ボランティアが掃除をやめた、川口市戸塚下ゲート公園、がネットで話題。内容はこちら。現在の川口市戸塚下ゲート公園が悲惨な状態になっているようです。では、内容を見てみましょう。石井隆明。クルド人が増えて、日本人の住民が寄りつかず、日本人がボランティアでも掃除をしなくなった、川口市戸塚下ゲート公園の惨状です。ゴミだらけになっています。ゴミを捨てる習慣がない。親は酒盛りでタバコポイ捨て。しかも、子供がゴミ箱を蹴倒しそうです。拡散希望。ゴミ分別マン。いつもマナー守らないクルド人。ウィン、缶、ペットボトル、一般ゴミ分けろって、トルコ、クルド語の張り紙貼ってあるのに、一向に直らない。袋の中は、酒臭いわ、ゴキブリいるわで本当迷惑。いつも迷惑被るのは地元民。ストロベリーとライフル。本当にひどくて、3年前から近寄れない。さらにひどくなってる泣き。公園の口コミもどうぞ。もうやだ。これはひどいですね。なんとかならないものでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。掃除をしても汚され、その繰り返しじょ。さすがにボランティアも嫌になるよね。小学生の時によく遊んだ公園でした。とても残念です。生まれ育った地元です。怒りと悲しみでいっぱいです。治安悪そう。スラム化してますね。政治家が利権により招いた惨劇だね。川口市の方々が本当にお気の毒です。思い出のある公園がスラム化してしまったら悲しいですよね。次はこちら。クルドが昼間から複数名で群れてスマホで通話しとる。怪しくて近寄れないわ。怖すぎるし不衛生すぎて子供連れて行きたくない公園ですね。スラム化が止まらない。故郷にこれをやられたら断固排斥運動を起こす。被災地で炊き出しやってる暇があるなら身内の不始末を改めろって言ってやりてえですな。頭の上の灰を追えとはまさにこのこと。クルド人団体は被災地に行くよりもクルド人が起こした人災を何とかしてほしいね。日本クルド文化協会さん、対応をお願いします。次はこちら。日本クルド文化協会さん、これがクルド人の文化ですか？これは文化なんかじゃない、破壊行為です。被災地の炊き出しとか駅前のパトロールなど、やってるアピールしても、偽善は必ず見破られます。日本人を舐めるな。クルド人のパトロールしてる連中に掃除してもらいましょう。外国人労働者の問題も本気でやばい。例の政治家が責任持って掃除しろや。和田政宗はなんて。和田政宗議員。この状況をなんとかしてあげてくださいよ。最後はこちら。こうして拡散するくらいしか力になれないのが悲しい。ここは日本なのに、日本人の子供が遊びづらいなんて許せない。近所の住民の苦情で子供の遊び場が閉鎖するのに、クルドは放置なんですね。日本の先行きが心配です。ここもスラムになってしまうのか。埼玉県議の責任ですね。日本全国各地が移民でこうなるな。外国人が増えて治安が悪くなり、日本人が追い払われる。これが政府と左翼が推し進める多文化共栄。岸田を筆頭として左側の方たちの理想がここにある。多文化共生、移民政策の推進は、日本を破壊することにつながる。多文化共生がどれだけ難しいことなのか、思い知らされますよ。
論。今の日本、川口市のように移民により治安がどんどん悪くなっている地域があります。この現実を政治家や行政はどう受け止めているのでしょうか。もしかして移民を入れたはいいが、あとは我関せずの姿勢ではありませんよね。政府の移民政策と川口市長による失政が相まって、川口市の治安はものすごく悪くなっているようです。おそらくこのような治安の悪化は全国各地で見られるようになるでしょう。移民政策を推し進める政治家は、移民による弊害にも目を向け、しっかりとした対策を講じるようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。